ゴッドファーザーおはようございます週刊中年ジャンプ編集長のストーンです、えー、今回はですねえっ、ー、と11月の6日から、えー、10日までですね昨日までの、えー、YouTube の活動ですねこちらのご報告をさせていただきたいなと思いますえっ、ー、とですね一番まず1番ですね1番目期間が11月の6日から10日とこの5日間ですよということですでやったことですねこれ3点ありまして、えー、まず1つ目がですね えとまあ、ヤフーのニュースを取り上げて、えー、コンテンツをちょっと増やしたということですね、えー、こちらはですねこの5日間で、まあ、6本の動画をアップロードしてますよということですねはい、えー、このニュースもですねちょっとコメントの多いものを選んで、えー、アップロードしてみましたということですで2番目ですねこちらはですね、えー、と僕の作った動画にコメントを寄せていただいた方にですね、えー、とのやり取りですねこちらをまあ続けてますよと いうことです、えー。こちらがですねまああのコメントやり取りしながら動画で返信ができたのがま 2, 2点ございますということです、えー、その内容についてはですね、えっ、ー、と株の動画とあとはそのニュース関連ですね、えー、こちらの動画のアップロードですねはいなりますえっ、ー、とあとですね3番目がえっ、ー、とこちらもですね僕の動画にコメントいただいた方 ですね、こちらをちょっと見てみたらその方も YouTube をやられてたんでその方のチャンネルに行って僕があのコメントを書いていると今そういうやり取りがありますということですね、はいえー、2番目のこの成果ですね、えー、この期間に対する成果ということなんですが、えー、チャンネル登録数が18人増えましたよということです、えー、で視聴回数もですねこれはもう厳密に計算して出しているわけではないんですけどもこの見,たか見た目でですね、あのーまあ、増加傾向に あるということですね。えー、です。で、えっ、ー、と反省点がですねえ。2点ほどありましてえー、1点目がですね。まあ、前回お話ししたのの、熟成の方とのこの動画のやり取りですね。これができてません。ということですで。もう1つはですね、えー、先ほどニュースのニュースで動画を作っているということなんですが、まあ、こちらですね。ちょっとあの内容を選びすぎてですねえ。1日1本今日というところで。 えー、止まっているということなんで、えーまあ、これはですねちょっと話題性のあるものは選んでいくんですが、えーまあ、それは厳密にそんなに選ば,選ばずにですねどんどん上げていこうと思います、はいまあ、練習とかね動画の数を増やすという意味合いでもですね、えー、どんどんやっていきたいなと思います、はい、で3番目ですね、えー、この期間でまあ得たもの感じたものということで、えーまあ、ニュースですねこちらを取り入れることで えー、まあコンテンツも増えますしネタも増えるということとあとまあ回数もですね、えー、ものによってはもうすごく伸びたりするんで話題性ですよねそういうものがあるなと思いましたであと、えー、コメントのやり取りをさせていただいている中で、えーまあ、信頼感ってとこまでまだいってないと思うんですけども、えーまあ、ある程度こうやり取りができるようになってるんで、まあ、そういう方をですね、えー、そういう方はそういう方でどんどんやるんですけどもそれ以外の方もですね ちょっと増やしていきたいなというふうに感じておりますで4番目ですねこちらが目標まあ、これからのことですね、えー、なりますでまあちょっと中期的にはですね年内100人以上の登録者数を、えー、上げていきたいなと思いますでこれにはですねやっぱり動画を増やしていくっていうのが、えー、まあ、重要になってくるのとその中でも伸びる動画っていうのをこう チョイスして,っていうか、選んでですね、それを伸ばしていくっていうのも重要なのかなと思います。まあ、それに伴ってコ,あのコメントなんかもですね、えー、盛んになるのかなというふうに考えてます。はいでえーとまあ、具体的にはですね、11日から、今日からですね、えー、と17日、水曜日、来週の水曜日までをちょっと期間、えー、決めてですね、えー、やっていこうかなと思います。でこの中で、で、えー、まあ、1日と 平均してですね6本以上の動画をアップロードしていこうと思いますで前回というか、まあ、今回というかですね、えー、この6日から10日,か10日の間はですね、えー、平均すると4.2本だったんでちょっと少ないかなと思いますな,なのでちょっと少しずつ増やしてですねいきたいなと思っておりますで、えー、っと最後ですね最後になります求める成果としましてはこの目標ですねこれをきちんと 着実に実行してですね登録者数を増やしていくということです。まあ、1日2人ぐらいの登録者があればいいかなというふうに思っています。はい。で、こちらですね、新しいアカウント、新規の方ですね、こちらのコメントを増やしていくっていうことを、えーまあ、考えてですね、やっていきたいなと思います。まあ、それにあたってはですね、やっぱり動画の量をですね、増やしていかないと新規の方も ややっっぱり来ななないいいいののかとと思思まますすすでで、えー、こちらですね、えー、やっていきたコメントを、まあ、いただけるような流れというか動画の作り方というかですねそういうのもちょっと、えー、勉強しながらですねやっていきたいなと思ってますでその中でもあのコメントですね、えーまあ、できるだけこうちょっとコミュニケーションをとって、まあ、動画でこうやり取りができるような、えー、雰囲気にしていきたいなと思っております 今回のご報告は以上となります。ありがとうございます。じゃあまたよろしくお願いします。ゴッドファーザー。